あのカラフルなのは。よし、キノコ。ずいぶん大きいわね。あなたの体、変わってるのね。ん？なんだこれ？綺麗だな。おい、不用意に近づくんじゃねえよ。危険なものだったらどうすんだ。ウソップが変な亀裂に吸い込まれた。ウソップ、どうなってるの？ヒスタリアに吸い込まれたのよ。ヒスタリア？ええ、この割れ目はほつれた記憶が生んだもの。このメモリアは思い出の世界でも、記憶は曖昧なものだから、どうしても歪みができて、このメモリアとは別のヒスタリアと呼ばれる空間が生成されてしまうの。じゃあウソップはそのヒスタリアってとこに飲み込まれちまったってことか？ええ。おいリム、ウソップは無事なのか？多分。でも、記憶のほつれに飲み込まれて戻ってきた人は誰もいないわ。行くぞみんな、ウソップを取り戻しに。ここがヒスタリアか？さっきいた場所と同じように見えるけど。どこだ！ウソップ！残念だけど、あなたたちは行けなかったみたいね。リムちゃん？君も来たのか？いいえ、私は記憶のほつれに触れていないもの。つまり、あなたたちはヒスタリアに行けなかったということ。行けなかったってどうして？どうやらヒスタリアに行けるのは選ばれた者だけみたいね。それってみんな、チョッパーとゾロがいないわ。リム、俺たちはどうやったら向こうに行けるんだ？記憶のほつれを通ってヒスタリアに行けたのは彼らのみ。救出は二人に任せるしかないみたい。俺たちは信じて待つしかねえってことか。くそ、無事でいろよ、ウソップ。ここがヒスタリアか。他のみんなはどうしたんだ？俺たちとは違う場所に現れたのか、こっちに来られなかったのか。どうする？じっとしてる理由はねえだろ。行くぞ。おい、どこに行くんだよゾロ。どこって、ウソップを探すに決まってんだろ。それはそうだけど、
一人で行こうとするなよ。お前だけだと迷子になるだろう。え？迷子になるわけねえだろ。どの口が言ってんだ。お前を探すのはウソップを探すより大変なんだからな。おい、おい、チョッパー。なんだ。向こうで何か戦ってる。え？あ、この匂い、ウソップだ。きっとウソップが戦ってる。行くぞ。妙にガランとしてやがる。なんだ？こいつ、頭の上に妙なもんつけてんな。お前、怪我してるじゃねえか。どうしたんだ？草の化け物にやられたんだ。草の化け物？母ちゃんの病気を治すために薬草を取りに来たら襲ってきて。じっとしてろ。今手当てしてやる。それより長鼻の兄ちゃんを助けて。僕を守るために向こうで戦ってくれてる。長鼻のお兄ちゃん、ウソップだ。行くぞ。大した怪我じゃなくてよかった。応急処置はしたからな。俺たちが戻ってくるまでじっとしてるんだぞ。うん。ウソップ、今行くぞ。いた、ウソップだ。ウソップ。ん？来てくれたのか。俺はもう二度と会えないかと。話は後だ。その化け物を切り倒すぞ。俺は強くなったんだ。その力見せてやる。ポイント確定。ロンデホーン。肩慣らしといくか。一刀流シッソンソン。やるぞ。必殺カエルボス。狙いは外さねえ。これでどうだ。刃こぼれす。俺はまだ。ウソップ、無事でよかった。まあ当たり前だ。俺がそう簡単にやられるわけねえだろ。それよりここは一体何なんだ。いきなり変な亀裂に吸い込まれちまってよ。ヒステリーだ。ヒスタリアだよ。そう、それだ。チョッパー、説明してくれ。その記憶のほつれをほどく鍵を見つければここから出られるんだな。うん、リムはそう言ってた。鍵か。しらみつぶしに探すしかねえか。そういや、さっきやった坊主、頭の上に妙なもん乗っけてたな。ん？そういや、あの光ってたやつ、
記憶のほつれにそっくりだ。あの坊主が鍵だってのか。それはわからねえが、何か知ってるかもしれねえ。あいつのところに戻ってみよう。無事だったか、坊主。あ、お兄ちゃん。お兄ちゃんこそ無事だったんだね。当たり前だろ。俺は偉大なる海の戦士、あんな草なんかに負けるわけねえんだ。ところで、お前、その頭の上にあるのって。え、何のこと。その浮かんでる輪のことだ。ん？分かってないみてえだな。どうしよう、これじゃ何もわからねえぞ。そうだ、俺、薬草を探さないと。早く母ちゃんの病気を治してあげなきゃ。頭の上の記憶のほつれにそっくりな光のは、ヒスタリアから脱出する鍵か、鍵につながるヒントに違いねえ。どうしたの、お兄ちゃん。いや、なんでもねえ。それより、薬草探し、俺たちも手伝ってやるよ。また化け物に襲われるかもしれねえからな。本当？ありがとう。聞いた話によると、薬草はこの辺りにあるはずなんだけど。手当たり次第に探すしかないな。近くまで行けば、俺の鼻で嗅ぎ分けられるかもしれねえ。そりゃ頼りになるぜ。さすがだな、チョッパー。褒められても嬉しくねえぞ、この野郎。それじゃ、行くぞお前ら。あう。なあ、みんな。どうした、チョッパー。もしかして、もう薬草を見つけたのか。あ、いや、そうじゃなくて、さっきの戦いで不思議な感じがした。確かに、妙な力の流れを感じたな。言われてみれば、俺も感じたな。まあ、今は薬草探しに集中しようぜ。まずはそっからだ。そうだな。言った。
この先には薬草はなさそうだ。それなら戻った方が良さそうだな。出るな。俺の多彩な変形線見せてやる。アームポイント黒星ロンデオン。ここが正念場だ。三刀流王三千世界。剣士の恥だ。必殺火炎星。俺たちの邪魔はさせねえ。助かった、チョッパー。おう、くそ、やるか。いいよ。邪魔だ。覚えとけ。でかしたチョッパー。ボズ、薬草を見つけたぞ。ありがとう。これで母ちゃんの病気が治せる。これで記憶のほつれも解消できるな。ああ、力も取り戻せる。離せこのガキ。その薬草をよこしやがれ。こっちは大金のためにその草ずっと探してたんだよ。なんだあいつ。武装してやがれ。仇じゃねえな。おいおっさん、そいつの手を離せよ。先に見つけたのはこっちじゃねえか。いや、なんだてめえらは。引っ込んでろ。おい、おめえら、こいつらを黙らせろ。やる気みてえだな。坊主、今助けてやるからな。俺がまとめて相手してやる。三刀流王三千世界。これで元気になるぞ。助かった、チョッパー。おう、これだ。俺様に任せとけ。仕方ねえ。くらえ、ウソップパン。どうだ。竜巻。
俺様に任せとけ。くらえウソップパン。どうだ。これで元気になるぞ。刃こぼれすら己の恥。そこだけ。ウソップ様の俺たちの邪魔で終わりだ。坊主。あれ、あいつどこ行ったんだ。助けて。うるせえ、おとなしくついてこい。あいつら坊主ごと薬草を持ってきやがった。おぞ、あいつを助けねえと。目を離した隙にさらわれちまうとは。大丈夫かな、あいつ。とにかく後を追うぞ。もう追いついてきやがったのか。諦めて暴走を返せ。こいつがこの薬草を渡せば返してやるよ。いやだ、母ちゃんの病気を治すためにはこれが必要なんだ。なら交渉決裂だな。待て、そいつに手を出すんじゃねえ。心配すんな、ウソップ。あいつは一人だ。何かする前に俺が切る。一人だ？スナッファッファ、果たしてそうかな。俺にはな、心強い用心棒の先生がついてんだよ。あ？用心棒の先生？なんかこのパターンさっきも。てめえら覚悟するんだな。あの笑い方、それにこの展開、あいつさっきの砂族のボスと何か関係が。いいから構えろ、食われても知らねえぞ。では先生、やっちまってください。一体どうしまったんだ。なんだか力が湧いてきやがる。俺もだ、ウソップ。理由はわからねえが、確かに力が溢れてくるな。あのトカゲには悪いが、少し試させてもらうか。そうだな。あう。いつでもいいぞ。行くぞ、ゾロ。え、どれ。こくて。うそ。やる。おお。バリだ。みんなで力を合わせるんだ。待ってろよ、今助けるからな。行くぞ、ゾロ。え、どれ。こくて。うそ。やる。バリだ。
そうだ。行くぞゾロ。え、トラ黒天ウソやる。おお前を倒す三段はつけてきた。よっ、くらえ、ウソップパン。どうだ、相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。ありそうだ。一刀流シッソンソン。俺の本すごー。そんなサンドラオオトカゲの先生が。おい、スナファまだやるか。許してください。ボス、大丈夫か。うん、ありがとう、お兄ちゃんたち。母ちゃん、大事にしてやるよ。うん、じゃあ、俺行くよ。本当にありがとう、お兄ちゃんたち。ねえ、ウソップ、ゾロ、チョッパー。無事に記憶のほつれを解消できたみたいね。ああ、バッチリだ。ところで、向こうでトカゲと戦ってる時に妙な感覚があったが、ありゃなんだ。俺もそれ感じたぞ。ああ、俺もだ。リム、なんだかわかるか。多分だけど、あなたたちの中にあったつながりのようなものじゃないかしら。つながり？記憶とともにそういったものも奪われることがあるみたい。私にはよくわからないけれど。つながりね。よくわかんねえ、リム。記憶のほつれはまだあるのかしら。ええ、それなら見つけ次第解消していくのが良さそうね。次は絶対に俺が行く。ウソップたちだけほつれの中で冒険してずるいぞ。そういう理由かよ。あいつらは山賊かしらね。俺がぶっ飛ばしてやる。三刀流王三千世界。次はこいつだ。ゴムゴムのガトリング。お前ら遅れるんじゃねえぞ。あたし一人じゃまずい。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。ゴムゴムのガトリング。
ありがとう。力が。私だってやるときはやるんだから。まずい。ぶっ飛ばす。行くぞ。はあ、こんなに砂の上歩いたの初めてだわ。大丈夫かリム、この辺で一回。よし、かかってこい。これで元気になるぞ。腕が鳴るぜ。覚悟しろ。そこどけ。勝負だ。次はこいつだ。ゴムゴムのガトリング。だだこれだ。覚悟しなさ。任せて。ありがとう。みんなの役に。俺がぶっ飛ばしてやる。三刀流王三千世界。行くぞ。やるな。次はこいつだ。ゴムゴムのガトリング。ゾロ。キャプテン。あいつ嫌な場所にいるな。構わねえ、倒して通るぞ。今の力を試すにはうってつけだな。みんなで力を合わせるんだ。
よし。はっ、よっと。おい、あそこ。ああ、ここにも山賊がいるのね。よっ、いじゃった。お前ら遅れるんじゃねえぞ。やる気みてえだな。頼んだぞ。いつでもいいぞ。三刀流王三千世界。行くわよ。天候の科学。リム、この辺で一回休んでいくか。私だってやるときはやるんだから。あいつはやべえ、なんとかしねえと。もたもたすんなよルフィ。わかった。準備 OK だ。三刀流王三千世界。さあ次はどいつだ。ゾロ、目指すわ。トナカイだからって舐めるなよ。今がチャンスだ。アームポイント。飯。食いしん坊ね、そればっかり。待ってろ、すぐに作ってやる。レインベースまでもう少しね。もうすぐビビに会えるな。でも俺たちの姿を見てビビ驚かないかな。そうだな、みんなこの2年でいろいろ成長したからな。服装もあの頃と随分違ってるし。それなら心配はないわ。メモリアの人たちの目にはあの頃の姿に見えるはずよ。人で亡くなってるなんてことがない限りはね。
俺は元からトナカイだ。どうしたアナミ。今竜巻が砂漠の南の方に抜けていったわ。砂漠だし竜巻の一つもあるだろう。今は竜巻が起こるような気象状態じゃないのよ。クロコダイルの技ね。南にある反乱軍の本拠地ユバが目標よ。ユバってビビちゃんといった町か。クロコダイルは反乱軍を追い込む目的でユバに砂嵐を送り込んでいたわ。だからオアシスだったユバがあんな風に砂に埋もれていたのね。ひでえことしやがる。大丈夫だ、おっさんは砂になんか負けねえ。ユバ、そこに知り合いがいるの？これから会いに行くビビの知り合いよ。砂に埋もれたオアシスをずっと掘り続けている人なの。ビビはその人と同じようにクロコダイルに苦しめられている人々を必死で救おうとしているの。ビビちゃんは何でも一人で背負い込もうとしちまうからな。放っておくとワニの野郎に殺されちまう。だがそんなこと俺がさせねえ。そうね、たとえここが作られた世界だろうと私たちはビビに力を貸すわ。何があろうと必ず。ああ、ビビは仲間だからな。でもビビは無茶をするから早く合流しねえと。そうだな。仲間。お、腕が鳴るな。さあ食え。任せとけ。うめえな。さてと、行くか。よし、あの橋を渡るぞ。
強えな。ゴムゴムのブレッド！俺の方はいつでも。そっちけ、邪魔ね。まずいわね、こいつ強いわ。やっと俺の出番か。今行く。おら仲間のトゥくらい。やったー、よっしゃー。あたしの予報は百発百中。びっくりした。なんだって急に襲ってきたんだ。骨を踏んだ音で目を覚ましたみたいね。音に反応するってことか。意外に寝起きはいいじゃねえか。骨はあちこち散らばってる。注意して進むぞ。おいおい。にしし。いけるか。ゴムゴムのブレッド。今行く。準備 OK だ。そっちけ。刀のサビにしてやる。仲間のトゥーやっ。力を取り戻せたみたいね。俺が。いや待て、お前はあの危なそうなトカゲが目に入らねえのか。周囲は骨だらけだ。万が一起こしちまったら俺たちも食われるかもしれねえ。すげえ、かっこいいなあのトカゲ。起こしてみるか。やめろ。それじゃあそーっとお宝を取りに行くわよ。いやだからやめとけって。うずき一刀流シッソンソン。行くぞ。アームポイント黒星ロゼオン。行くぞゾロ。え、トレ黒点うそやる。ラリナこいつ強えな。ゴムゴムのブレッド。
ポイント確定。ロゼオン、俺に任せろ。あの地獄の2年間に比べたら